社会学部の上林でございます。よろしくお願いします。本日はこんな大雨の中、こんなにたくさんの方集まっていただいて非常に嬉しい限りです。今実は大学で皆さんが勉強する形というものが、従来の教室にみんなきれいにチンとこう座って、きれいに座って先生がずっとお話をして90分間授業を受ける、こういうものから少し違う形に徐々になってきています。これは別に大学が変わっているというよりかは社会が変わっているんです。僕自身が、東京に設計事務所があり、で京都に設計事務所があり、で京都に、大学、研究室がありという形で、主に3つの拠点を動きながら仕事をしているっていうような形なんですよね。 LINE のグループを作ってですね、でそこで、スケジューリングとか、あとどこ次回どこでやりますとかいうようなことをしてますね。でじゃあそうすると場所は必要なくなるんじゃないかっていう話なんですけど、やっぱりリアルなものを前にしながらみんなで話す場みたいなのはやっぱ欲しくなるんですよね。3600人がいっぺんに集まる機会があったり、あるいは授業の課題で2人で結果を出さなきゃいけなかったり、なんかそんないろんなコミュニケーションのスタイルがあると思うんですね。で今先生方もいろいろ苦心されて、どんな授業をやっていこうということを考えているとお聞きしてます。でその中で新キャンパスはいろんな場所をとにかく作ろうと、ちょっとした休憩時間にも作業ができるような、そういう小さな場所から、1000人が集まれる場所だったり、そこをもうグラデーション上に1人2人4人6人20人とか、そういう場所作りを散りばめている状況です。はい、ここですね、中央の部分、ここが1000人入れる、ウィルホールというホールになります。でここからすり鉢状に2階3階4階と、廊下がぐるっと三角形で回ってます。で一辺が外観は130メートルあるんですけれども、中の吹き抜けで一番長いところで70メートルぐらいの距離感。それだと、今ここだと、先生まで5メートルないぐらいですけれども、70メートルだとなんとなく認識はできる。その顔は見える距離なんですね。ですからその距離感というものも考えながらこの大きさ設計してます。それで、まずこの1000人規模がこの真ん中のホールですね。で、一人で過ごしたり、あるいは2、3人でできるのがこの廊下のカウンターのところ。で授業出た後も先生ちょっと捕まえて話をしたりとか、合間に作業したりと、宿題を最後急いでやるということもできる場所ですね。で図書館の中には4人とか6人とかでグループで会議ができるような場所があります。それは閉じているところと閉じてないところがあって、ちゃんと静かに議論したいところと、あとは周りの人の話を聞きながらカフェのような場所ですね。そういったものがこの3階の場所にあります。僕ら建築の人間でこういう断面図を見たときにどう見るかというとですね、例えばここにこう1000人規模の空間があって、じゃあここの空間っていうものがどこまで続いているのかなと思うと、今ずる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 ってここまで続いてるんですよね。ずる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 、実は先ほど図書館、4階に図書館ありますっていうふうな話を言ってたんですが、多分実際できてみるとこの三角形のすり鉢状の大きな空間の中に図書館浮いてるみたいな感じに多分見えてくるのかな、ね、そうですね、はい、そうなります。でそうすると実は皆さんもおそらく大手門学院の中でですね、休み時間なんかに授業の授業の合間ってあります、あると思うんですけれども、僕自身が経験する中では1号館の前、1号館と5号館と、渡り廊下歩いてきてあの辺りですね、授業が終わるともう人がいっぱいこうひしめいてるところありますよね。あれって確かににぎわいという見方もできますし、おそらくあそこになんかみんなが集まっている中で大学のなんか一つのコアというか中心地みたいなイメージって僕は見えるような気がするんです。そんなみんなが集まれるような場所っていうものがおそらくこの大空間でみんなが常に共有できるような形でおそらく見えてくるんじゃないかなという気がしています。でただですね、こういう大きな空間を実際に共有して使った時に、じゃあここって何に使えるのっていうのは正直、いろんなアイデア出てくると思うんですよね。ちょっとこれぜひともですね、せっかく今日トークセッションなので皆さんにもちょっと参加いただきたいんですね。例えばどうでしょう、何か
何にでも使っていい体育館ぐらいのでかい空間があったとしたら、何でもいいですよ、ハロウィン、フリーマーケットみたいな感じで。フリーマーケット、はい、フリーマーケットという話が出ました。フットサルぐらいだったらできるかなっていうのはちょっと思ってたんですけど、一番僕がやってほしいのは、そうですね、それだけの空間があるんだったら学校内で豪雪を、もっと充実した豪雪、企業の就活の時の豪雪をやってもらえれば、この学生の就職活動っていうのがもっと華やかになるんじゃないかなというふうに感じました。ヨーロッパの人たちは結構広場の使い方上手でですね、なんか何かあればこう広場に出てって、こうみんなこうご飯食べてたりとか、演奏会が始まったりとかするんですよね。でその中でも一番有名なのはイタリアにカンポ広場っていうのがあって、そこはやっぱりこう町の中心にあってこうすり鉢状になってるんですよね。でそのすり鉢状になってるってことは、その一番底の部分っていうのがこう、まあ、場所の中心なんで、みんなが同じ方向に自然と向くような形になってくるっていう形が作られてて、なおかつこれがその外部のところもこういう形でせり上がってるような形になってるんで、こうなんとなくここにずっと吸い込まれていくような形になってるっていう、なんかそれはすごいポテンシャルだなと思いますね。だからこういうなんか例えばイベントをするにしても、今ここだと、まあ、開いてる方向こっちしかないんですけど、なんか例えばこういうところで円形でこうみんなでトークセッションで周りからこう見れるっていう状況になると、仮にこう今回のイベントを知らなくても、今あの辺通ってる人いますけど、あの辺の通ってる人がこうもっとこう中心に集まってくるような求心力があるんで、そういうことはすごいポテンシャルとしてあるんだろうなと思いますね。三角形やから3チームでやるフットサルとかやったらゴール3つあってどんな試合になるんやろうなとか、使い勝手はあって面白いかな、そういう今までにないような発想で物事を考えてもらうきっかけになったら面白いかなっていうふうに思ってます。建物の中1階の部分はホールっていうふうに紹介したんですけど、道として考えてもいたんです。ですので外の道がそのまんま同じ高さで段差がなく中に入っていくと、ですから1階ホールと呼んでしまうと、こうホールとして使おうって考えると思うんですけど、道と思っていただいて、なんかそのストリートパフォーマンスみたいなものとか、なんかそういうふうに実際できたら見えたらいいなと思ってます。はい、やっぱりここを使い倒すというか、よりみんなに使ってもらうというふうな話になった時に、ルールで縛ることももちろんなんですけれども、いや実はそれを叶えることができるようにするにはどうしたらいいのかっていうふうな話が、どうしても建築を設計している側の発想としてはあるんですよね。例えば屋上庭園のところでバーベキューとまでは言わないですけれども、例えばガーデンカフェみたいな形の使い方ができないのかとか、そういうふうな話っていうのは、実はそんなこと言うんですかみたいな感じで、設計者は割と喜んでそこをちょっと考えたいみたいな、すいません勝手なことを言ってますけれども、ぜひともその新しいキャンパスっていうものをどう作るのかっていうのは、もちろん我々学校の先生方が授業でどう使うのかっていう話もあるんですけれども、ぜひとも学生の皆さんにどう使い倒すのかっていうことを考えてほしいっていうのは僕の正直な気持ちだったりはします。意外と実は学内向けに関して言うならば、この三角形のいわゆるその講義棟の方が多いんですけれども、こちらの食堂棟に関してもしご説明いただけるならば、はい、食堂棟がこちらの正三角形なんですけど、こちらの直角三角形になってます。で、ちょうどこう何でしょう、くの字型の断面にパースから見えると思うんですけど、まさにこの町に開く形をしています。で平面的にはこういった公園のような場所を開いている。であと、あるいは歩道もフェンスがなくてですね、この辺も開いていると。で食堂棟自体の形も町の交差点に向かって開いている形になっています。で中庭があって、光が入ったり、あるいは並木と近いというような場所にあるんですね。中にはですね、町ライブラリーという市民の方であったりとか学生とかみんなで本を持ち寄って作るような文庫といえば文庫なんですけども、そういうライブラリーのスペースがあって、地域の方との交流の場所、大学というよりもそういった意味合いを持たせて使えたらなという話をしています。はい。
より地域の人たちとの交流の場にも使えるようにはなっていくっていう感じですかね。そうですね、はい、そういったことを目指しています。やはり今のアイキャンパスは丘の上にあって、本当にキャンパスらしい風景だと思うんですね。でこちらは町に開いたキャンパス、タウンキャンパスということで、手前にも商業施設が来たり、住宅があったり、公園があったり、なんかそういう社会との接点の中でこう学生が、まあ、経験したりとか、そういうチャンスにもなればなということは多分思いとしては込めてますね。まさにですね、この食堂棟も含めてなんですけれども、新しい新キャンパスは地域の方々と一緒に作り上げる環境という話に多分なっていくんですね。でこれって実は新しい学びっていうものも実は連携してます。何かというと、おそらく皆さんはここの大学で学んだ後社会に羽ばたいていくわけです。でその新しい学びっていうのは、先ほどお話ししたように、まさに今もうみんなが一人一人デバイスを持って、働いていくみたいな、今の社会状況に合わせたような学びの姿っていうのを大学内でも達成しようというふうなところを実は実現しています。それに加えてなんですけれども、例えばいろんな人と交流をするだとか、社会の、地域の人たちと一緒に何かを作り上げていく、実はこれって今の、おそらく社会人になった後、皆さんが経験することも実はそういうもの、それに近いこと、状況が出てくるはずなんです。その地域の人たちと新しい価値をここに作り出していけるような自分自身のマインドセット、考え方っていうものを改めて考えてほしいなというのは、この新しいキャンパスの在り方につながってくるんじゃないかなというふうには思っています。まあ、文科省をはじめてこう大学さんが今日やっていきましょうって言うんですけど、でも意外とですね、もう本当にすごい根本的なところで、じゃあ学外からとある企業の人の担当の人が来た時に、じゃあ打ち合わせどこでやんのみたいな、まずはこう簡単な打ち合わせをするみたいなことをやりたいなって思った時のカフェ、実は学食しかないみたいな、で学食ほとんど大学生に埋め尽くされてるみたいなこととか、なんかやっぱりこうそういう、こう社会との接点がすごくこうハード的に、しっかり用意されているかどうかっていうのは、やっぱりその、新しいビジョンを叶えていく上でかなり大きなこう部分ですよね。だから駅に近くなって、かつ開いている場所ができるっていうのはすごいポテンシャルだなと思います。ちなみに先生、スイスに留学されている時、海外の大学ではどうでしたか？海外の大学は僕も行ってみて思ったんで、びっくりしたんですけど、教会かなり曖昧なんですよね。街の中に、突如この建物は大学ですみたいな感じで、だから分かりやすい敷地教会が基本的にはなくて、まあ、大学の図書館に、当然周りの地域の方がいたりとか、大学内に普通に保育所があったりとか、近所の子どもも普通にそこに行ってたりとかして、かなりその大学っていうのはその閉じたフィールドではなくて、こう、まあ、一体化してますよね、町とね。今回やっぱりここは面白いっていうのは、まあ、本当に教会がなくて、周りに住んでる人だったらちょっと公園と間違って入ってくるような感じの室内になってますけど、ちょっとこの建物三角錐って斜めに壁がなってるんですけど、でこれがやっぱり斜めになってるこの下の空間は雨が入ってこないっていうこともあるんで、多分こう震災とかがこうあった時に屋外で煮炊き物をしようとしてもできるようになるし、だからそういったことをこう普段周りの人と接点としても一回防災訓練をここでやってみるとかすることによってつながっていく。お一人ずつぜひこの今後の新キャンパスの、まあ、今回の感想とですね、まあ、大手門学院に、まあ、こういうふうにあったらいいんじゃないかみたいなことも含めて、もしお話しいただければと思います。僕はですね、2つ今回悔しいなと思っていて、まあ、1つはこういう設計したいなっていう、設計者として羨ましいなっていうのと、あと大学教員としてこんな場所ができるの羨ましいなっていう2つ羨ましいなと思って話聞いてました。大学自体がもう社会ともうちょっと連携していくっていうことがやっぱ求められているので、まあ何かしら今後も大学同士なんか共同できるといいなと思ってます。
これに刺激を受けてもらって、あのこのキャンパスを使い倒してほしいなと。この建物では本当にこここういうふうに使わへんかなっていうように想像をこう広げてもらうと、実はまた街に出た時にも他の場所でもこの場所をこういうふうに使っていけるといいよねっていう発想にもつながっていくので、ぜひあのこの建物を、まあ、今度できたら使っていただきながらいろんな工夫をこうしていっていただければなというふうには思っております。いろんなアイデアとか、あるいは理事長さんとかスタッフの方からいろいろお話しいただいて盛り込んだアイデアとか、本当にいろんなものを詰め込んでますので、ぜひ使いながら発見したり、あるいはやっぱり新しい発想で、じゃあこうやったら面白くなるんじゃないかというようなことも多分学生さんがですね、自分たちの居場所と思って、使っていってもらえたらなと、嬉しいなと思います。普段だったらこう聞けないような専門的なこととかをお伺いすることができたんで、とてもためになるというか有益な時間だったと思います。まあ、僕は来年いないんですけど、完成を楽しみに待ってたいと思います。今日まさにお話の中に出ました新しい学びというものが、今後ですね、日本社会の中で一つ議論されているお話として、日本初の、まあ、概念になるんですけれども、ソサイエティ 5.0 というふうなお話が今実は政府の方で進められています。何か、ソサイエティ 1.0 というのは狩猟社会、狩りの世界で、ソサイエティ 2.0 これ農耕社会で、 3.0 工業化社会、 4.0情報化社会。おそらく皆さんスマホだとかインターネットを使って、今我々がいるのは実は情報化社会なんですけれども、それらを当たり前のように使うようになって、今日まさに話が出ました BYOD、 みんながそれぞれにデバイスを持って社会の中で生活をするようになってきたときに、 4.0 の情報化社会は 5.0 になるだろうというふうに言われています。で、そうしたときにですね、例えば大手門学院ではいわゆる現代未聞という言葉があります。普通はこれ前代未聞、以前あった、以前から聞いたことはないよっていうふうな話ですけれども、今まさに我々が生きている現代にも見ないような未来を我々大手門学院で作っていくっていう体制がまさにできてきてるんじゃないかなと思います。今、お話しいただいたように、まさに皆さん学生たちが主役になるような環境が来年作り出されます。ぜひとも自発的に自分自身から動いて環境を作るということに取り組んでもらえたらいいなと思っております。